武蔵支店金沢信用金庫は、石川県金沢市南町に本店を置く信用金庫である。石川県内の信用金庫としては、最大の預金量を有している。愛称は、近親であり、店舗の看板などに広く利用されている。2013年現在、石川県に店舗を有している。2003年に経営破綻した旧石川銀行の一部店舗を継承した。 翌年の2004年には、富山県西都並郡福密町に本店があった旧、福密信用金庫の3店舗の事業を継承していたが、後に譲渡した。金沢信用金庫では、2010年6月から、新金中央金庫による支援を受けながら、経営健全化計画を実施。その一環として、店舗及び人員の削減を5年計画で実施している。2004年に、 旧福密信用金庫の事業を継承した3店舗を、富山県高岡市に本店がある、地方銀行の富山銀行へ譲渡。2012年10月9日に譲渡が行われた。2013年3月31日現在、ATM では、北陸地方3県内に本店を置く、信用金庫のカードに限って、ATM 利用時間内にかかわらず、入出金手数料が、 終日無料で利用できるほか、北陸三県以外の信用金庫のカードでも、平日八時四十五分から十八時までの入出金、及び土曜九時から十四時までの出金に限る手数料が無料で利用できる。また、ペイペ銀行や楽天銀行、新生銀行などのインターネット専業系や、外資系等の銀行への ATM からの振り込みは、相手銀行からの推薦が得られていなかったことが、 理由で長らくできない状態であったが、現在は可能になっている。すべて沖電機工業を採用している。ありがとうございます。